はい、どうもこんにちは。松井塾の松井です。はい、デリースルタン朝ということになります。これでややこしくなるのが、この奴隷王朝、ハルジー朝、トゥグルク朝、サイド朝、ロディ朝、ここまで全部含めて、この5つ全部を総称した名前が、デリースルタン朝ですよ。デリースパルタン朝じゃないですよ。スパルタン X とか、ピピピピとかね。はい。それだから、古いファミコンゲームとか言わないですよね。デリースルタンですよ。スパルタンじゃないですよ。はい。スパルタン X じゃないですよ。はい。スパルタン X は違いますね。ジャッキーチェーンですね。はい。ということで、何の話でしたっけ？デリースルタン朝ですね。はい。これちょっとややこしいですね。デリーニスルタン朝みたいになってますから、これ一応イコールのところ、これ転移しておきましょう。これデリースルタン朝。ちょっと歌うたですね。はい。歌うたなんですけれども、このデリースルタン朝ということは、まず5つあるというのを覚えておいてください。まず、奴隷王朝から始まります。はい。奴隷王朝から始まります。これは、アイバクが建国します。アイバクっていうのは奴隷ではなくて解放奴隷なんで、まあ正確には奴隷ではないんで、ちょっとややこしくなるんですけど、まあ、奴隷王朝と日本では習ってるんで、奴隷が作った、奴隷の、元奴隷の人が作った王朝というですね。つまり最低限から始まって王様になってしまうというね、すごい人ですよね。はい。アイバクが建国をしました。はい。そして、奴隷王朝からハルジー朝になります。はい。ハルジー朝が生まれます。ということになりますね。で、ハルジー朝から次に、トゥグルク朝が生まれるわけですね。はい。で、トゥグルク朝からサイド朝になりますということになります。はい。これ、インドの世界線の中ではそうなんですけど、インドっていうのは、イスラム帝国、イスラム国に対して、イスラム帝国がどん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 押し寄せてくるという状態になってるんで、一旦イスラム化するという形になるんですね。で、ここから、奴隷王朝からサイド朝までは、トルコ系の人々が支配した王朝。いいですか？そして最後のロディ朝。ロディ朝はアフガンですね。アフガニスタン系列のところの人々が支配した王朝。これがロディ朝ですね。ロディ朝。はい。はい。アフガン系ということになります。はい。ということでもう一回言います。デリースルタン朝はこういう風になってます。で、奴隷王朝、ハルジー朝、トゥグルク朝、サイド朝、ロディ朝。これを全部含めてデリースルタン朝。はい。もちろん都はデリーにあるわけですね。はい。デリーです。というわけで本日はスパルタン X がお送りしました。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。